皆さんこんにちは。おしゃれな天然酵母パン作り講師高橋貴子です。今日はですね、こんなことを生徒さんにご質問されましたのでお答えしてみようと思います。私が7つの酵母をいろいろと扱ってるんですけれども、その中でですね、一番好きな酵母なんですかっていうお話に上がることがあります。どれもそれぞれに特徴があっていろいろと、好きな酵母は好きなんですけれども、そうですね、割と食事パンとして、きちんとこう食べたいシンプルな味わいがしたいなっていう時には、星野の丹沢とかアコ酵母のパンとかっていうのはやはり好きですね。小麦本来の味をやはり感じられるところがすごくいいなと思ってます。あとはですね、女の人にやはり人気なんですけども、フルーティーな感じの酵母で、十勝の酵母、さくらんぼの酵母なんですけども、こちらも結構好きですね。少しこう甘めのパンとか、お惣菜っぽいようなパンの時にはよく使います。あとは、少しこう素朴な感じの味わいで、田舎パンみたいな、そういうイメージで作りたい時とかには、雪天然酵母をよく使ったりとかします。それぞれにですね、酵母には特徴があって、すごくね、1個の酵母でももちろんいろんな風にパン作りをすることができるので、どれが一概にすごく好きっていうほどこう偏りはないんですけれども、一つの基準値としては、そのあたりとかの酵母でよくパンを考えることが多かったりしますね。あと余談なんですけども、うちの旦那とかは星野酵母が好きみたいです。パンいろいろ試作とか試食で出すんですけれども、星野酵母とかが結構食いつきが良かったりします。皆さんのご自宅ではどんな感じでしょうか。よかったらご参考にしてください。